ペトロナスフィルハーモニックホールペトロナスフィルハーモニックホールはマレーシアの首都クアラルンプールに建っているペトロナスツインタワー内のコンサートホールであるペトロナスフィルハーモニックホールは1998年8月17日に公式に開業した本ホールはマレーシア国内では初めて作られたクラシック音楽演奏を前提に設計された音楽専用のホールである席数は 金席やボックス席なども含めると合計で920席ステージには EN ・クレーオーガルバウ社製のパイプオルガンも備え付けられている。この他ホールでのレコーディングも可能であり、ホールの天井は可動式で音響特性を変更することもできる。2016年現在、マレーシアフィルハーモニー管弦楽団は本ホールを本拠地として活動を行っている。本ホールは クアラルンプール中心部に位置する KLCC に立つペトロナスツインタワー内にある。最寄り駅はアンパン通り付近の KLCC 駅である。なおキロリットルモノレールの場合の最寄り駅はラジャチュラン駅である。ありがとうございます。